それではラブラブパソコン新イメージキャラクター、女優の大竹しのぶさんにご登場いただきましょう。大竹さんどうぞ。大竹しのぶさん、お演奏を見ながら恋愛の発表をお願いいたします。今日大竹さん、本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。とっても今暑いですけれども、はい、お体とか大丈夫ですか？あ、大丈夫です。夏生まれなんで。そうなんですね、はい、じゃあ元気いっぱい今日もよろしくお願いいたします、はい、お願いします。どうぞお座りください、はい、さあさて、今新 CM、はい、ご覧いただきましたが、はい、失礼いたしました。はい、ご覧いただきまして、実際にいかがでしたか？あ、撮影はすごいスムーズにいって、ただワンちゃんが言う、すごく今のだといい子で頭が良い感じに見えますけど、実際はすごい大変でした。こうやんちゃな感じ、やんちゃで可愛くて、あのすごい自然で、そこ監督さんがすごいいいところ使ってすごいなと思いました。何回も何回も、多分みんな全員は私のことは見ないでワンちゃんを見てました。はい、すごく本当に息がぴったりだったんですが、大竹さんが飼われてるワンちゃんではないんですね。うちのはもう全然コーギーなんですけど、もう老犬なので使ってもらえませんでした。ちょっと若い感じの元気なワンちゃんと一緒だったんですけれども、はいはい、すごく、ね、楽しそうな撮影現場だったんじゃないかなという印象が。そうですね、はい、スタッフさんも優しいし、もうずっと何年も一緒の方も多いので、すごく気持ちよくやらせていただきました。なんかもう撮影中にサプライズな出来事があったと聞いたんですけれども。サプライズっていうか、そうですね、ちょうどその日が誕生日で、私のそれでハッピーバースデーをしてもらいました。おめでとうございます、はい、そうですね、夏生まれっておっしゃってましたので、はい、ちょうど誕生日だったということで、はい、本当に和やかな、とっても雰囲気のいい CM だと思うんですが、はい、今回このラクラクパソコンの CM ということなんですが、はいはい、大竹さんは普段パソコンはお使いになりますか？普段、そうですね、普通に使います。インターネットでいろいろ調べ物したりとか、あとメールとか写真を保存したりとか、そんなにこう詳しくはわからないんですけど、最低限のものはやりますね。でも、はい、大竹さんは携帯電話もすごく使いこなしていらっしゃるということで、はいはい、パソコンを持ってなると本当にすごいですよね。もうやりませんか？私も平均的なことは平均的が一体どういうことなのかっていうのはちょっとわかんないんですけど、まあ、音楽を取り入れたりとか、そういうことはやりますね。はい、そうなんですね。それでネットをやったり、音楽を聴いたり、はい、あと画像を取り入れたりということはやられてらっしゃるということだったんですが、はいはい、まあ、他にこのラクラクパソコンで何かこうやってみたいな、はい、できたらいいななんていうことってありますかね？そうですね、例えば映画を見に行くんで、このチケット取ったりとか、あと、お食事をしに行くので、お店を探したりとか、そういうインターネットでいろいろ申し込みしたりとかもやってみたいし、あと写真でいろいろハガキを作ったりとかやってみたいなって思います。はい、先ほど斉藤志向役から、はい、説明があったんですけれども、本当にこのラクラクパソコン3ですと簡単に写真を取り込んで、はい、動きをね、はい、作ったりできるということで、はい、今の大竹さんのニーズにまさにぴったりかと思うんですが、はい、先ほどおっしゃってましたが、そのいろいろ調べて検索をして、はい、お店に行ったりということ、はい、本当にそれもとっても簡単にできてしまうんですね、はい、こちらにさあ、じゃあ画面でご覧、皆さんにご覧いただきたいと思います、はい、こちらに簡単検索という部分があるんですが、はい、ちょっと触ってみていただいてもいいですか？はい、押していただきますと、このように検索のメニューが出てくるんですね、はい、どんな言葉で検索していいかちょっとわからないという方
にも簡単にね、はい、検索メニューとして使いいただけるんですけれども、はい、何か気になる項目ってありますか？じゃあ旅する、いいですね、はい、そうしますと、例えば国内、海外、はい、京都、世界遺産などすごく気になるワードがね、どんどん出てきます、はい、どれか気になるものありますか？じゃあホテル、あ、いいですね、まあ、全然考えないでやってるホテル、はい、で次ですね。そうですね、そうしますと、まあ、例えばこのままさらに検索をしていただいて、はい、ホテルにだけに検索をしていただくこともできますし、はい、これにプラスアルファ何か例えば美味しいレストランですとか、はい、もう検索ワードを継ぎ出すことができるんですね、はい、こちらで、はい、先ほどありました50文字で検索できる、はい、すごいですね、8文字入力ですね、これで、はい、また左側に、そうなんです、このように予測変換も出ますので、とってもやりやすいですよね、はい、ちょっとどこに行けばいいかわからなくなって、はい、じゃあこれで次です、ね、そうですね、これで、はい、ホテルで今ここはやろうと思ったんです、テニスラをやろうと思って、ね、ちょっと変で出るかどうかぐらいでは出ないんで、そうですね、今回ちょっと今ネット環境につながっていないかな、いるかなということなんですが、はい、このように本当にワンタッチで、あ、でもじゃあ、あ、出ますね、はい、はい、ここに検索もいただけるんですね、へでやったらリーロイヤルみたいな、すいません、気にしない気にするのリーガーに行っちゃいました、はい、このように本当に簡単にね、はい、検索していただけるんですが、じゃあちょっと前に戻ってみますね、はい、はい、これは絶対簡単にできますよね、本当にそうですよね、タッチパネルだから、そうですね、はい、タッチパネルということで、あと他に何かラクラクパソコン3気になるっていうようなことってあったりしますか？あ、さっき言ったなんか年賀状を作ったりとか、そういうのもやってみたいなとは思いますけど、はい、じゃあぜひね、このラクラクパソコン3、そして先ほどもご紹介ありましたが、はい、ラクラクポン7を使って、はい、実際にね、では画像の取り込みをやってみたいと思います、はいはい、本当にね、このラクラクパソコン簡単で、そして便利にね、お使いいただけるかと思いますが、じゃあこちらのラクラクポン7を使いまして、実際に今大竹さんの撮影をさせていただきたいと思います、よろしいですか？はい、はい、それではカメラを起動しまして、見えますかね、はい、では撮ります、はい、では素敵なポーズで、はい、富士通すいません、失礼いたしました、はい、もう素敵な笑顔をいただきました、映ってますでしょうか、はい、じゃあこれを決定します、そして保存をします、これで本体に保存されました、はい、そしてこれを専用のクレードルに入れていただいてよろしいですか？すごいですね、はい、ここからはすごいですね、はい、本当にただ置いただけですよね、もう充電器にポンって置くような感じです、それなんですが、はい、もう読み込みができる状態です、はい、じゃあ写真を保存するを押していただきます、はい、さあそうしますと、もう一瞬で読み込みました、では写真を見るを押していただきます、なんかすごい、これは絶対余談ですけど、年を取ってくるとなんか指の油がなくなってなんだっけ、銀行とかのが効かなくなるとかって聞いたんですけど、本当なんですかね、本当なんでしょうか、すごくタッチパネル、あ、どうしよう、逆宣伝になっちゃいますけど全然それは関係ないですよね、そうですね、しっかりと押していただければ、ちょっと弱く、ちょっと軽いタッチですね、やっぱりでも今全然軽くてもあ、そうですね、はい、これは今のは余談でした、あ、で、これを、はい、今、はい、込まれましたが、はい、こちらのね、一回押していただいて、ダメだったんですよ大丈夫です、はい、はい、このように、はい、とっても素敵な笑顔の写真が、はい、簡単に取り込むことができました、はい、ね、このように取り込んだ写真をね、使ってとっても簡単に、これはね、ここに入れるだけでできちゃうってことですもんね、そうなんです、普通ですと、まあ、例えばメールで画像を送ったりですとか、はい、その専用のカードなどをパソコンに挿して、そうですね、そういった形で画像は写されたりしてますか？そうですね、カメラからここに入れて繋いでという感じで、
結構そのつなぐ線もいっぱいあったりして分からなくなっちゃったりとかってないですか？まあ、今はもう慣れてるからそんなにないんで線は。でもこれは携帯から撮ったのはやっぱり一度パソコンに送ってからじゃないとダメなの で、これはすごい便利だなと思います。はい、はい、さあそして先ほどですね、はい、大竹さんを撮影させていただきまして実際におはがきを作ってみましたので、はい、ちょっとそちらをご覧いただきたいと思います。さあこれも楽々メニューからこの年賀状や暑中見舞いを作るというところをでは押していただきましょう。はい、そうしますと、はい、出てまいりました。こちらですね、今このメニューも出てしまいましたね。少々お待ちください。はい、ご覧いただけますでしょうか？はい、すごい、お部屋で撮って、はい、そうですね、はい、もう本当にあっという間にこういった暑中見舞いですけれども、これは、はい、作ることができるんですね、はい、いかがですか？ぜひご自分でこれならやってみたいです。すごい、あの娘とかはもうすぐ暑中見舞いとかパパパパってあの年賀状も作れるんで、あの私はまだそこでやったことないので、これはぜひやってみたいなと思います。はい、あのよく携帯電話は以前渡辺恵里さんなどに、はい、ご利用方法使い方なんか教えて差し上げているということなんですけれども、はい、この暑中見舞い、ね、ご自身でもし作られた場合はどなたに送ってみたいですか？この間高橋直子さんとあの楽々コムの宣伝で一緒で、あのアドレス教えてもらったので、あの出してみたいですね。はい、ね、どんな反応が返ってくるか。お写真付きのが大竹さんから届いたらすごくびっくりされますよね。どうだろう、喜んでくれる喜んでくださると思います。はい、あとまあいっぱいいます。はい、出したい人、はい、はい、ぜひたくさんの方に送っていただいて、はいはい、そして、ね、ぜひこのラクラクパソコンの、ね、使い方というのも、はいはい、お友達またご親戚の方なんかにも教えていただければと思います。あとすごい専用の電話がついていて、あの電話で相談すると使い方をすごくあの専門用語を使わないであの教えてくださるっていうので、それはすごい嬉しいなと思います。そうなんです。本当専用の相談窓口がありまして、はい、そちらですと本当に簡単な言葉で分かりやすい言葉で、はい、もうこのパソコンの悩みを解決してくれるというね、はい、ラクラクパソコンならではのサービスもあるんですよね。はい、さすがよくご存知でいらっしゃいますね。はい、もうぜひこのラクラクパソコンを活用していただいて、はい、そして皆さんにも教えていただければと思います。はい、さあね、まだまだラクラクパソコンについていろいろお話を伺っていきたいんですけれども、お時間が来てしまいました。本日本当に たくさんの楽しいお話ありがとうございます。さあそして最後になるんですが、はい、大竹さんの今後の活動などをお聞かせ願いますか？今後の活動をラクラクパソコンをみんなに広めます。いやでも本当にあの友達であのやっぱりこれの使ってるあのお寿司屋さん あのご主人とかいるんですけど、やっぱりこう最初はできないよって言っててもこうやると楽しくて、そうするとこうメールができるようになったりとか、少しずつ世界があの変わってきて、そういうの見てるだけでもすごく素敵だなと思うので、なんか人生楽しむことに使えて。でもらったらすごく嬉しいなって思います。はい、はい、本当に素敵なメッセージをいただきました。はい、大竹忍さん、本日は本当にお世話になりまして、はい、ありがとうございました。いきなり今後の活動も一つあります。ぜひぜひお願いします。9月4日から映画が公開されて、宮崎あおいちゃんと親子で私がすごい若い男の子と結婚する役をやります。はい、タイトルはお母の嫁入りという、はい、あでも今日はラクラクパソコンスピードそっちをよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ぜひ今後の活躍も楽しみにしてまいります。はい、竹忍さんでした。本日は本当にありがとうございました。